そうですね、まあ、カルティエファンデーションとのミーティングの中で最初は人形劇というワードは浮かんでたんですよ。でそれでまあ僕が、ものづくりをしているものを用いて、まあ、それをこう一つのまあショーにまとめるという形で考えていたんですけど、せっかくその人形劇をやるんだったら、まあ、パリにもね、もちろんそのフランスにもたくさん人形劇ありますけど、僕が生まれた土地である日本から持っていきたいなって思ったんですよ。でそのタイミングでちょうど知り合ったのが勘十郎さんだったんですね。まあ、それ文楽というもので人形浄瑠璃文楽を日本から今回そのパリに持ってくるっていうことはまず一つの僕のミッションであったわけですね。でそこからまあどのような演出にして、例えば日本人はこういうことをどう捉えているのかとか、どういうふうに見ているのかとか、そういうことをしっかりこう形にして、まあ、現代にこう伝えるっていうのがまあ僕の役目かなとは思いましたね。そうですね、私たちも古典のものをずっとやっておりますけれども、まあ、日本でも文楽の新作っていうのをたまにやるんですけれども、そういうことを やるというのは新しいものを全員で作り上げるという力は必ずどの時代でもこう私たちが持っていなければいけないと思うので、古典だけに頼るのは良くないと思うんで、そういう意味ではこの今回の立花さんのお誘いに、私が非常に興味を示したというのはそういうところにありまして、今回も、まあ、いろんな立花さんの美術家としての作品をうまく舞台の中にどう取り入れられるか、それで通常通りといいますか普通のお芝居が成立するのかどうかというのはちょっと心配したところもあったんですけども、これはもう十分いろんな形でこれから先の新しい文楽の道がまた見えるんじゃないかなと、そういう意味では非常にやってよかったなと思います。